中不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。いつもごめんね。でもそんな時は懲りずにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒める子長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていて。でも太ったとか余計なことは気づかなくていいからね。もしも少し古くなってきて目移りするときは、二人が初めて出会ったあの日を思い出してね。これからもどうぞよろしくね。こんな私だけど笑って許してね。ずっと大切にしてね。永久保証の私だから、これからもどうぞよろしくね。何でもない日のちょっとしたプレゼントが効果的です。センスは大事。でも短くても下手でも手紙が一番嬉しいものよ。もしも涙に濡れてしまったら優しく拭き取って、ぎゅっと強く抱きしめて、あなたにしか直せないから、これからもどうぞよろしくね。こんな私だけど大切にしてね。永久保証の私だから。